ミッドレングスは肩から頭以上の長い波用だ。小波には向いていない。身長より12から14インチ以上長いサイズがおすすめ。それ以上短いとミッドレングスらしさがなくなる。最初の数本は何もしないでまっすぐ走れ。徐々にハードターンにしてスノーボードのカービングのようなサーフィンを目指せ。CI ミッド考案者、デボン・ハワード。皆様一日お疲れ様です。誠実サーフィンの今乗りです。今日も前回買った、CI ミッド乗っていきたいと思います。で、前回は、初日っていうこともあっておすすめしているトゥルーアムスの、フィンを使ったんですが、やっぱちょっとね、このように、ちょっとフィンが抜けるようなね、ショートっぽいような動きするとフィンが抜けるような感じがしたので、今日は G5 をサイドフィンにつけて大きくしてやってみたいと思います。どうでしょうか。
サイドフィンを G5 にして乗ってみたところ、ショートっぽい、ね、動きをしてしたり乗り方をしてもね、フィンが抜けなくなりました。なので、G5 はでもちょっと大きいかなっていう気もするんですよね。なので、トゥルーアームスの 3.6 インチが、GL 相当で、4インチが FCS の GX 相当なので、まあ、G5 があるので、まあ、G1000 と、GX でちょっとサイドフィンを、ね、変えてみてね、まあ、どれぐらいサイドフィン小さくできるかなっていうので試してみていきたいと思います。ミッドレングス乗ってる方とか、ミッドレングス気になってる方で、フィン設定とかをね、悩んでる方がいたら、ちょっと今後ね、いろいろなバージョンで乗ってみて、ちょっとレビューしてみたいと思うので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回からはセンターフィンとかも変えてやっていきたいと思います。そうなるとね、センターフィンとサイドフィンの組み合わせでこれ何通りあるんだよってな感じになりますが、ちょっとやっていきたいと思います。